ブランチュラはイギリスの TVR がかつて市販していた自動車。TVR 初の市販モデルで1957年にデビュー。インテリアボディには FRP 製ボディと交換チューブラーフレームを採用。これは後の TVR 車でも基本となるスタイルとなった。ホイールベースを短く、かつトレッドを大きく取り、さらに フォルクスワーゲンタイプ一用のトーションバーを流用して作ったトレーリングアームにより俊敏な操作性能を得た。しかし、あまりにも俊敏な操作性能だった上、乗り心地があまり良くなかったため、日常生活で使用するという面ではあまり向いていなかった。しかし1962年に発売されたマーク3ではホイールベースを延長し、新設計のダブルウィッシュボーンを採用することで、 この特性をいくらか抑えることに成功した。リアエンジンはいずれも実機オンオフ。マーク I2 時代は、フォード製1.2リットルなどがラインナップされていたが、マーク3になると、より高出力な MG マガ1 6 0 0マーク2用の BMC 製1.6リットルエンジンが搭載され、1963年には MG、MGB 用の BMC 製1.8リットルエンジンが搭載された。 ありがとうございます。